バイオハザード7レジデント E ビルはカップコンより2017年1月26日に発売されたゲームソフト。キャッチコピーは全ては恐怖のために。対応ハードはプレイステーション4、プレイステーション VR、XBOX1、パソコン。2018年5月24日にはクラウドゲームとしてグロテスクバージョンが任天堂 t e n d Switch に対応。 バイオハザードシリーズ20周年記念作品、第2弾。同シリーズゲームとしては、第1弾、バイオハザードアンブレラコアより、約半年振りとなり、ナンバリング作品としては、前作、バイオハザード6からおよそ4年振りのリリース。時系列としては、前作、6での事件から4年後、アンブレラコアから1年後の2017年7月、頃であり、 ナンバリングシリーズ初の一般人主人公であるイーサン・ウィンターズが妻のミアから受け取ったメッセージをきっかけにバイオハザードに見舞われたとある家に潜入しミアの救出とそこからの脱出までのストーリーが描かれる2016年6月14日よりプレイステーションプラスの会員限定で PS4 用の体験版タイトルバイオハザード7ティザービギニングアワーが配信された 他のハード用の体験版も順次配信された。体験版タイトルにつく、ティザーはティーザー広告を意味する。本作はシリーズで初めてセロレーティングがセロ、ゼットとなるバイオハザード7レジデント E ビルグロテスクバージョンも発売されている。価格や基本的なゲーム内容は通常版と変わりないが、グロテスクバージョンはグラフィックや 演出面での残虐表現はより過激なものになっている。なお、残虐表現が最も強いのは日本国外版であり、国内版のグロテスクバージョンでさえ日本国外版から切断描写の一部が削除されているため完全に同一の内容ではない。通常版、グロテスクバージョン両方とも2016年11月10日に発売された。 プレイステーション4プロでプレイする場合、4K ウードと部解像度でのプレイが可能。日本ゲーム大賞、プレイステーションアワードなどのゲームアワードにおいて多くの賞を受賞した。2017年12月14日にすべての DLC を収録したゴールドエディションが発売。通常版、グロテスクバージョン両方ともダウンロード1000倍となるが、グロテスクバージョンのみ。 p s 4パッケージ版も発売された。バイオハザードの Z の部分がオレンジ色で7に塗られている。サブタイトルのレジデント・イビルは欧米版バイオハザードシリーズのタイトル表記で日本以外の他の言語版ではレジデント・エビル7バイオハザードとなり日本語版とは逆の表記になっている。このようなタイトルになったのは今回の内容が従来シリーズの日本版タイトルである バイオハザード及び日本国外版でのタイトルレジデントエビルの双方に該当しているためだとされている。バイオハザード7の開発中の一部コンテンツをキッチンというタイトルでプロジェクトも増やす専用コンテンツとして2015年の E3 と東京ゲームショーに出展したところ好評を博した。ホラーゲームと VR は相性がいいことが判明したため一部ではなく バイオハザード7全体を VR に対応することが決定した。新生バイオハザードとも命打たれており、プロデューサー、川田正夫は、バイオハザードは1から3と4から6ではゲーム性が変化しているが、7ではまた新たな変革になると語っている。カプコン統括プロデューサーの竹内順によれば、プロダクトビジョンとして以下の4点を掲げて開発された。 ホラーにフォーカス。ホラー映画、資料の腹綿が、モチーフから広い世界ではなく狭い世界で展開させて、いくという意図。協力プレイなしホラー体験に集中してもらう意図。シリーズ関連は、最後だけ、シリーズキャラクターが出てきてしまうと、キャラクターの個性などに縛られてしまうことを懸念した。また、初代、バイオハザードの体験に近いものにするため、 ま新しいシステムやイメージの一新を図ろうとした。一認証視点や VR はフォトリアルにすることで、さらに没入感を高めることを目的としている。カップコン伝説第61回のコメントで、ディレクターの中西明文は、例えば、父親はストレートな暴力によるスラッシャー系、母親は生理的嫌悪感を煽る、虫地獄系、息子は映画、 そうのようなトラップ系の神経を締め付けられる感じといった感じでタイプを分けることで、なるべく長く怖がってもらえるようにしました。逆に言うと、ベイカー一家の企画はそこを踏まえたものというふうに、それぞれが異なる恐怖の演出を担うようで在ンしたと述べている。平凡な青年男性である主人公のイーサン・ウィンターズは3年前に突然行方、不明となった妻、 ミアをずっと探し続けていた。2017年7月のある日、ミアから迎えに来てほしいというメッセージが送られてくる。イ、e、ーさんはメッセージの情報を頼りに、ルイジアナ州、ベーカー農場の跡地に赴く。イ、e、ーさんは廃墟となったベーカー邸で、ミアと再会するが、ミアは次第に様子がおかしくなっていき、ついにはイ、e、ーさんを殺そうと襲いかかってくる。 やむなくミアを打ち倒すことで難を逃れたイーサンだったが、その直後に背後から謎の人物に襲撃され、意識を失う。やがて目を覚ましたイーサンが見たものは、おぞましい料理の乗った食卓を囲むベーカー家の住人の姿だった。ベーカー家の主人で、不死身の怪物、ジャック、その妻でハムシを使うクモ女、マーガレット、トラップに凝っている爆弾鏡の長男、ルーカス。 彼らにより屋敷に囚われてしまったイ、e、ーさんは、電話でコンタクトを取ってきたベイカー家の末娘、ゾイの協力を得ながら、狂気に満ちたベイカー家の館からの脱出を試みる。長い探索の果てに、ミアやベイカー家を襲ったバイオハザードの真実が、解き明かされ、謎の少女、エブジンの得意菌と、精神感応により、ミアやベイカー家が操られていることが判明する。そして、イ、e、ーさんは、 全ての元凶である屋敷に潜む邪悪な存在として、エブリンの脅威と対峙することになる。声優の表記は、英語版、日本語版の順。その他、ザ・ビギニング・アワーズでは、当初、ベーカー一家では犬を飼っており、序盤の晩餐シーンにも参加させる予定だったが没に、されたと、コメントがある。前作、ロックでは、オリジナルデザインの架空の銃が大半であったのに対し、今作では、 具体的な名称ではないものの、5までと同様に、実銃の外観を持った銃器となっている。また、本作では、弾薬の売買システムが廃止され、弾薬の入手機会が低下している。一般的な 9mm パラベラム弾薬、または 9mm マカロフ弾薬を用いる、拳銃類。これまでのシリーズでは、序盤で手に入ることが多かったが、今作では初めて入手できる機会が、 比較的遅い。近距離で大きな威力を発揮する銃で、広範囲に弾をばらまくため複数の敵を同時に攻撃できるが、距離による威力の減衰が大きい。ハンドガンよりも弾の入手機会が限られている。ゲーム本作購入後、公式サイトにてダウンロードできる追加コンテンツ。本作の主題歌には、マイケル・エレビンのプロデュースにより、フランス発祥と言われている。 伝統音楽、ゴーテルローディーをダークテイストにアレンジし、独自の歌詞を入れたものを使用している。主題歌の歌手はマイケルらが行ったオーディションの中で100人近い候補者から選ばれたジョーダン・レイン。本来、この主題歌の企画はアメリカのロス内で仕上げる予定のものだったが、ジョーダンがイギリスのロンドン在住だったため、両都市間でネットによる遠隔収録が行われた。 なお、この楽曲が本作の主題歌として使用されることは極秘事項で歌唱を担当した冗談にも伏せられており、当初は誰もが知るフォークソングを不気味なイメージで歌うとしかオファーを受けておらず、依頼完遂後に知らされて興奮したという。カップコンの海外投資者向け資料において発表された本作の将来的な最終目標販売本数は全世界1000万本であるとされ、 販売開始数週間の時点で300万本出荷を突破。国内向け決算資料においては、概ね順調に推移したとコメントされた。2021年6月30日時点、累計出荷本数は980万本。閉ざされた空間からの脱出というシリーズの原点に、戻り、恐怖と面白さを追求した演出と美しいグラフィックが、 プレイヤーから高い評価を受け、サバイバルホラーの最高傑作として賞賛され、多くの賞を受賞した。また、アイソレートビューとプレイステーション VR を組み合わせることで、より没入感のあるプレイができる点も高く評価されている。ありがとうございます。